はい、男三匹の美学でございます。はい、はい、先生、前回前々回の動画でね、うん、やはりその終わりの良い物語、ああ、いいですね、大好き、これはいいと、うんうん、やっぱり終わりでどれだけこうかっこよく締めれるか、はい、素敵に締めれるか、ここに物語の良し悪しのポイントね、うん、あるっていうことをおっしゃっていただいてて、ね、うん、僕そういえば、うん、そこでねお話聞きながらどの終わりが好きかなって考えてたら、うん、ガメラ3良かったな。ガメラ3、思うんです、はいはい、ガメラ3の終わりって、うん、明らかに他の作品とはかなり差別化されてるなと思ったんですよ、はいはい、これちょっと簡単にね説明します、うん、3っていうぐらいですから、うん、1、2があるわけですよ、ありますね、で1では、うん、ガメラと一緒にギャオスというね、あ、後ろにもいますけど、鳥型のね、はいはい、やつが出てきたというか、まあ、ギャオスが復活したんで、うん、それのカウンターでガメラが出てきた、そういう設定ですよね、設定です、うん、で戦いました。で、まあ、ガメラ勝つんですよ。で一旦世界に平和が訪れる数年後、ガメラ2ですね、隕石降ってくると、今度は、うん、レギオンってのが出てくる、まあ、怪獣がね、ええ、うん、これはね宇宙怪獣プラス、はい、うん、あの巨大な総体なんです、うん、マンモスフラワーですね、はいはい、ウルトラ Q でいうね、であれこの総体の、うん、これがバッとこう、うん、タンポポの綿毛を飛ばすあれと一緒で大爆発させて種子を世界中に、うん、でそこにレギオンも乗って地球をこう言うたら乗っ取っていくっていうことを本能にしてる、うんうん、これともガメラ戦って、でこれは自衛隊と一緒に共闘して勝つんですよね、うんうん、で3ですよ、うん、じゃあこれ世界は平和になったのかって言うんですけど、はい、全く何も平和になってないですね、うん、なんなら悪くなっていってるところから始まるんですよ、うんうん、まずガメラ1ではギャオス出てきたけど、うん、はい、最高で3匹ぐらいしか出てきてないんですよ、うんうんうん、というか出てきても倒せたりとかしてたから、まあね、うん、そんなに脅威じゃなかったんですよ、はい、で3どうなってるかってもう大量発生してるんですよ、うん、日本だけじゃなくてマレーシアの方とか世界中にもう 100m のギャオスが、はいはいはい、もう人を食いまくってる、でガメラそれでまた出てくるんですよね、うん、で渋谷であのギャオスが来たからって言ったら戦うんですけど、うんうん、ギャオスの被害よりガメラの被害の方がすごいんですよ、うん、はい、ガメラ火球吐いて、はい、壊すから、ね、壊すから、うんうん、攻撃力もガメラの方が格段に高いから、うん、ガメラって、うん、あいついたらよくないよね、うんうんうん、っていう世論になっていくんですよ、はいはい、そんな中1でギャオスとガメラが戦った時にその下にいた住民がいるんですよね、うん、逃げ遅れた人たち、はいはい、親子がいるんですよ、うんうん、その中でお父さんを失った女の子って出てくる、前田愛さんがね、うんうん、演じてるんですけど、その前田愛さんがガメラ憎んでるんですよね、うん、3では、うん、その憎しんでるところで、うん、奈良の南飛鳥村というところでイリスというギャオス変異体とね、うん、出会う、うん、でその憎しみとそういったものでこうどんどん育っていって、はいはい、イリスというものが、はい、もう完成体になり今度ガメラと戦うと、うんうん、でもこの戦いの中でガメラボロボロになる、うん、なんとか倒せた、でも倒せた過程でガメラもう右手かどっちかの手を失ってるんですよね、はいはいはい、そんな中でも、うん、大変ですと、はい、ギャオスが迫ってきてますとこの日本に、うんうんうん、もう大量ですと、と思って、うん、どうすんねやろと、このボロボロでガメラどうすんねやろと思った時に、うん、ガメラが戦いに行ったところでこの話が終わるんですよ、はいはいはい、これが、うん、今までそんな怪獣映画あんま見たことないなと思ったんですよ、話の途中で終わるんやっていうか、はいはいはい、もうその後どうなったかは、うん、見てる人に委ねんねやっていう、はい、この終わりが、かっこいい、ああね、わかるわかる、わかりますと思ってね、はいはい、ガメラ3はね、うん、やっぱりその対策だなと思いますね。なるほどね、うん、要は手抜きとか予算がなかったというんじゃなくて、意図的にそこで終わらせるかっこよさみたいな、完全に意図的にやってますね、ですよね、うん、うんうん、それはわかります、うん、あの昔少年ジャンプかなんかの、はい、その漫画賞とかあるんですよ、ジャンプの漫画賞して、うん、はいはい、佳作とか入選の賞レースが、はい、はい、そこでね多分入選した作品やと思うんだけど、はい、それがまあ載ってるんですよ、これ後々ね、うん、そのなんやあのアストロ球団とか隠してが書いてきたやと思うんですよ、はい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 、うん、でそれは高校野球かなんかで、うん、なんか強いところとやって、うんうん、その
一人一人こう潰されていくんですよね。はいはいはい、はい、あのファーストが潰されみたいな、うん、で結局最後はそのピッチャーとキャッチャーだけになるみたいな、うん、あとも全部潰されていないわけ。ピッチャーとキャッチャーでどうやって守るんですか。うん、うん、でしょ、はい、うん、ほんでもう向こうはもうスラッガーばっかりですよ、その相手に狙い撃ちで当てれるようなやつやから。うん、うん、ほんで、それがバッターボックスになって、はい、で最後それに向かって1球投げるんですよ、うん、投げたところで終わるんですよ。あとはもう想像してもらえて打たれたのかどうなったのかみたいないう漫画ありましたよ。だから、うん、あ、これ意図的にこれやってんねやなんか なんとなく分かりますよ。いいですよね、うん、もう結末を見せない終わり方っていうか、はい、うん、うん、だからね、そうですよね、それももう、ね、見てる人に委ねてるやつですよね。はい、うん、はい、でも逆に、うん、そのこれ無理やり終わらせたなというやつもあるんですよ。で僕が見た中では、あの少年マガジン連載してたウルトラマン、梅津和夫の、はい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 、梅津和夫がウルトラマンを連載してたんですよ。読んだことないです、でしょ。だから出てくる怪獣が、うん、でも気持ち悪いんですよ、梅津和夫が描くからなんか変やな、変なタッチがもうタッチが変なんですよ。ウルトラマンも気持ち悪いんですよ、怪奇漫画の、うん、感じなんですよ。でまあ、ジラースの巻で、うん、ジラースが出てくるんだけど、それ以外にこのトカゲのちょっと中途半端にでっかいやつとか、うんうんうん、そのあるあのジラースを飼ってる博士みたいないたじゃん、はい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 、あれがいろんなそういうトカゲみたいなの育ててるんですよでそれがめちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。はい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 、うん、ほんでまあいろいろあっていろいろあって、うん、で最後、まあ、あのウルトラマンが、うんうん、あのジラースやっつけにいかんたかわけですよ、はいはいはい、ジラース残ってるからね、うん、だから最後のコマがウルトラマン飛んでいくところで終わって、うん、この後ウルトラマンがジラースをやっつけたのは、うん、あの言うまでもないそれは言って終わる言うまでもない飛んでいって終わりですか。終わり、言うまでもない、言う最後のまでこれ無理やり終わらせたら言うまでもない、言うてくれよ、言うてくれっていう世界ですよ言うまでもない、それあるんですよ、うん、で僕富山金さん好きやから、うん、富山金さんっていうのはあの時代小説家の陣で達夫さんという方が、はいはい、書いてる原作をね、うんうん、でその中の一編で何奉行やったかな、はい、まあその富山金さんの長編があるんですよ、はい、であんまりにも長いんだよ、あのその、あの彼が書いてる中では、はい、で最後、まあ、金さんが奉行になって、うん、お知らせで裁くシーンだったら、はいはい、この後お知らせで金さんが見事に裁いたのは言うまでもないで終わるんですよいやそこが読みたいねんっていうなんか足らんかったんですか、ページ足らんかったと思いますよ、もうあんまりにも長く書きすぎてうん、足らんかったと思う。え、それは、うん、裁くところが普段は目玉やったりするでしょ。そうそうそう、そこがないの。でも、それはあえて別で目玉作ってたんじゃないんですか。違うんですか。違う違う、いや、もうだからさあ、ここまで来ました、次はもうお知らせのとこだけ残ってんのはと、うん、そこ楽しみじゃん、うん、で、そこ読もうと思ったら、いや、この後見事に裁いたのは言うまでもない。いやいやいや、そんな、うん、いやいや完璧どうなんね、そんなことダメでしょ、うん、ダメっすよ、うん、いやだからそういう終わらし方もあるんですよ、うん、はいはいはい、これ意図的じゃなくってもこれ意図的っていうか、もう悪い意図的ですよね。もうだから都合のね、うん、作り手の都合の、そう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 、これ良くないだけども、はい、こうあのこう演出的に、うんうん、あっていうところで終わるっていうのはすごくかっこいいよね。ああ、うん、確かに。あれなんどうでした、スターウォーズエピソード9の終わり、うん、終わらせ方ないの。あれはエピソード9はなんてタイトルでしたっけ、スカイウォーカーの言い訳でしたっけ、うん、もうそれのも覚えてないぐらいですけど、うん、僕は、うん、なんか最後にレイにいろんなジェダイの声が聞こえてきて、うん、で、うん、最後勝つじゃないですか、うん、あんなどうでした、なんかもうあ申し訳ないです、覚えてないぐらいの終わる、なんかあ、なんか無理やりブワンって畳んだなって思った。畳んだね、うん、で、いや私はレイスカイウォーカーレイスカイウォーカー終わって、はい、終わっていくということやけど、はい、あんまりかっこよくなかったんだよ、ね、なかったですね、うんうん、なんかと唐突な感じで、うん、うん、だからあれはあの最終作というか劇場版の最終作だと思うんだけど、9は、うん、あれあんまりよくないですよ、まあ、うん、はっきり言うて。じゃあ、うん、あれ6はどうでした、ジェダイの帰還エピソード6、最後あのイウォークと祭りしながら、うん、どん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 で、うん、
昔はあのなんか買ったみたいなイオークのマーチが流れてるんです。今はちょっとリメイクされて違いますけど、はい、なんか花火が上がったりとか、バンバンバン上がって、ね、いろんなところで霊体が3体こうヨーダ真ん中にして出てくるみたいな、うん、あれはどうかな。うん、僕はあの 4というか一番最初のあれ の、はい、あの戴冠式というか勲章を授かるシーンは僕良かったけど、 あそこあれ良かったっすか、あの打足やけど、あの打足が良かったな、うんうん、結構長いやんか、あの打足のシーンが、うん、あの入場するところからありますもんね、うん、だから僕あれはすごい良かった。あ、はい、そうか、だからスター・ウォーズの中でもやっぱりいいのと悪いのはじゃあありますよね。ありますあります、うん、ありますよ。僕エピソード3のアナキンがダース・ベイダーになって、うん、でダース・ベイダーがスター・デストロイヤーの中で、うん、こうスコーッとこう宇宙を 見上げてるのも好きでしたけどね、うん、でもあれのラストはなんかルークの子供を、はいはいはい、おじさん夫婦が答えて、はい、さんにであのタトゥーンのところで音楽が高鳴って終わっていくやんか、はい、そのラストはすごい感動的で終わんねんけど、うん、あのおっさん夫婦すぐ殺されんねんなと思って丸焼けになりますか、丸焼けになるから、うん、もうなんかちょっとね、うん、あれ複雑ですよ、複雑でしたね。実はエピソード3と4の間に、うん、ローグワンもあれば、はい、ドラマであのオビワンの作品もあったりするんですよ、うんうんうん、オビワンの作品の中ではそのおじさんまた出てきて、うん、活躍するんですよ。まあそうですよね、はい、あのルークを守るんですよ、はいはい、あのしかも赤いライトセーバー持ってる尋問官で出てきて、あ、そうなんだ、はいはい、そいつに追い回されてるのを守るんですよ。守る、あ、結構強いんです。強いですよ。でもトルーパーにやられてね、黒焦げにねえ、かわいそうになんか見てたらね、ちょっとなかなかこう、うん、複雑なもん覚えますけどね。ああね、はい、はい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 、まあ、そんな物語のね、いいね、終わりのことだったりね、はい、途中のことだったりっていうのまたね、うん、話をしていきたいと思います。わかりました、はい、また明日。